皆さんどうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。本ようやくチャンネルのたけみです。本日は医者や製薬会社が廃業、広まったらヤバすぎるクエン酸の真実についてご紹介していきたいと思います。さて、クエン酸という言葉を聞いたとき、皆さんは健康にいいと思うでしょうか それとも、健康に悪いと思うでしょうかおそらく、健康にいいと思う人、健康に悪いと思う人が、大体半分ずつぐらいいらっしゃるのではないでしょうかこのように、相反する印象がクエン酸にあるのは、クエン酸には天然のものと、そうではない人工的なものがあるからなんです。クエン酸と聞くと、多くの人がレモンやライムなどの柑橘類を思い浮かべることでしょう。 確かに、これらのフルーツには、たくさんのクエン酸が含まれています。クエン酸がたくさんあるからこそ、レモンやライムは酸っぱい味がするんです。この酸味は 料理やドリンクに特別な風味をもたらしてくれますし、素晴らしい健康効果を私たちに与えてくれるものです。しかし、一方で食品や洗浄剤、栄養補助食品などにもこのクエン酸は使われているんです。ですが残念ながら、このクエン酸は人工的に作られたものです。 つまり、柑橘類に自然に含まれているクエン酸とは少し違うわけです。そのような人工的なクエン酸が原材料表示の 添加物の欄に記載されていることを見たことがある人も多いでしょう。だからこそ、クエン酸というのは何か添加物のようなもので危険なんじゃないかという印象を持たれている方が結構いらっしゃるわけなんです。では、人工的に作られたクエン酸は体にどう影響するのか。今回の動画では、クエン酸のヤバすぎる健康効果について、 徹底解説するとともにこれら天然のクエン酸と人工的に製造されたクエン酸の違いを詳しく解説してまいりましょう。 それぞれの効果や用途、そして何よりも安全性についてしっかりと理解することで、日々の食品選択において、正しい決断を下すことができるようになるんです。何を食べるか、何を使うのかは、健康に直結する大切な選択です。ぜひ本日の動画を最後までご覧になって、正しい選択ができる側の人間になっていただきたいと思います。それでは早速参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。 一言で、医者や製薬会社が廃業、広まったらやばすぎる、クエン酸の強烈すぎる効果5000について、二言で、最終兵器、痩せて若返りたいなら、食前に黙ってあれを飲みまくれということを解説していきます。それでは早速、一言の。 医者や製薬会社が廃業広まままったらすすすぎぎるるクエン酸の強烈すぎる効果5000についいてて説明してまいりますさて、皆さんは、クエン酸についてどの程度知っていますか結構耳にするワードではあるものの、あまり詳しくは知らないという方が多いと思われます。クエン酸の歴史はかなり古くて、1784年には、スウェーデンの研究者がレモン果汁からこの物質を初めて作りました。その当時から、 このの物質の健康効果が注目されれてていいたと言われています当初はレモン果汁からしか作られていなかったクエン酸ですが1900年代初頭に研究者が黒カビなどからもこの物質を製造できることを発見しました健康効果とは関係がありませんが面白いことにこの黒カビは糖分を食べてクエン酸を作るんです 黒カビに糖分を与えるだけでクエン酸ができるわけですから非常に製法は簡単ですということでクエン酸はさまざまな食品に使われるようになりましたクエン酸はその味の酸っぱさから人気になり特に夏場によく飲む清涼飲料水や子供から大人まで人気のキャンディーにまで入るようになったんですその酸っぱい味は 飲み物や食べ物に新鮮な風味を与えてくれますし、さらに保存量としてもその力を発揮してくれるということで、多くの食品業者が喜んでこのクエン酸を使い始めたんです。これが私たちがよく目にする商品によくクエン酸が使われている理由になります。さて、ということで、 まずはこのクエン酸の健康効果、特に天然のクエン酸について詳しく見ていきましょう。クエン酸の健康効果を5つほどこれからご紹介させていただきます。まず一つ目にご紹介したい、やばすぎるクエン酸の健康効果は、みるみる痩せて、見るからに若くなるクエン酸サイクルぶん回し効果であります。さて、 クエン酸が含まれた天然の食材を摂取することは私たちの体にとってめちゃくちゃ良い影響がたくさんあるんです。特にエネルギーを作るという非常に基本的な機能において大きな役割を果たしています。皆さんは 体内で行われているクエン酸サイクルまたはクエン酸回路という名前の化学反応をご存知でしょうかこのクエン酸サイクルは私たちが食べたものをエネルギーに変えてくれる工場のようなものなんですつまりクエン酸サイクルがしっかりと回ることによって私たちの体は食べ物からエネルギーを得ることができて元気に若々しく活動することができるんですそしてこの工程で最初に作られるものが 実はクエン酸なんですだからこそこのサイクルはクエン酸サイクルという名前なんですこのサイクルがしっかりと回って機能することで私たちは元気で活動的な日常生活を送ることができるんです特にに高齢なると エネルギーの代謝が鈍くなることもあるので、クエン酸サイクルは非常に重要です。食事から得た栄養をエネルギーに変えてくれるこのサイクルは人間だけでなく多くの生物でも共通しています。つまり、 このクエン酸サイクルがうまくぐるぐると回ることによって人間だけでなく多くの生物が元気に動き回っているそれほど根本的なエネルギー酸性経路こそがこのクエン酸サイクルなんですそしてこのクエン酸サイクルは クエン酸をしっっっかかりとととと摂取すするるるるここにによってよよててく回るようになるというないいがんですつまり、クエン酸を摂取すればするほど、元気で若々しいパワーがみなぎってくるというわけです。よく、クエン酸を摂取すると、代謝が上がって痩せやすくなるなんて言われたりするんですが、それもこのクエン酸サイクルがしっかりと回るようになったからこそ、代謝が良くなったり、食べたものがしっかりとエネルギーに変わってくれるということなんです。 です。 逆に言うと、しっかりとクエン酸を摂取して、クエン酸サイクルを積極的にぶん回すことによって、体は食べたものをエネルギーに変換しやすくなって、みるみる痩せやすく、ダイエットに向いた体に変わっていってくれるということなんです。年を取ると、体の機能が衰えがちですが、クエン酸がしっかりとしたエネルギー代謝に寄与していることを知っておけば、その大切さがよくわかりますよね。いいつまででも若々しく元気でいるためには クエン酸がが必須であるとといいいうのがご理解たただけたと思います代謝を爆上げしてくれるだけじゃなく若々しく元気な体にしてくれるそんなクエン酸サイクルを分回すためにしっかりとクエン酸を摂取していきましょうそれでは次2つ目にご紹介したい医者や製薬会社が廃業するヤバすぎるクエン酸の健康効果は 栄養素の吸収効率を爆上げするという効果になります栄養素の吸収というのは年齢とともに効率が悪くなってしまうため 特に高齢者には非常に重要な問題として立ちはだかっているんです。ミネラルもその一つで、カルシウムやマグネシウムなどのミネラルの吸収率というのは年を取るほどに落ちていってしまいます。これらのミネラルは骨を丈夫にしたり、心臓や筋肉の機能を支えたりする非常に重要なミネラルと言えます。そのようなミネラルの 吸収効率が下が下ってしまうと結果的に健康寿命が短くなってしまいかれませんということで、いかに効率よくミネラルを摂取するかが重要になってくるわけですが、ここでクエン酸が登場するんです。実はクエン酸はなんとミネラルの吸収を助けてくれる役割があるんです。クエン酸にはキレート作用という特別な働きがあります。簡単に言えば、このキレート作用がミネラルをしっかりと包む 包み込む役割を果たすすんですミネラルが包み込まれることによって腸からしっかりと吸収される確率が高まるんです。 具体的には、クエン酸が結合した形のカルシウム。つまり、クエン酸カルシウムは吸収が非常に良くて、胃酸が少なくても十分に吸収されるということが分かっています。それに比べて、炭酸カルシウムという形のカルシウムは、胃酸が少ないと吸収がうまくいかない場合があるんです。さらに、炭酸カルシウムはガスや膨慢感。 便秘といった副作用が出やすいです。ですから、特に高齢者や胃酸の少ない方には、クエン酸カルシウムの方が良い選択となるわけです。 同じようにマグネシウムもクエン酸マグネシウムという形で取ってあげれば体にとって使いやすくしっかりと吸収されていくんです他の形である酸化マグネシウムや硫酸マグネシウムよりもクエン酸マグネシウムが体に吸収されやすいということが分かっているんですこのようにクエン酸がついているだけでミネラルは体に吸収されやすくなりますから年を重ねた 吸収力が低下している方々にとっても、これは大きなメリットになるんです。ぜひミネラル豊富な海藻などの食品を摂取する際には、クエン酸が含まれた食材を一緒に摂取してみてはいかがでしょうか。それでは次3つ目にご紹介したい。医者や製薬会社が廃業する、やばすぎるクエン酸の健康効果は、 毒素をを排出疲労をメキメキ回復すするヒーリング効果でありますさて、年齢を重ねると、以前よりも疲れが取れにくくなり、疲労がいつまでも溜まっているような感じがしないでしょうかこれは年齢によって疲労が溜まりやすくなっているというのも理由の一つですが、これまでの生活習慣によって、体に毒素が蓄積し、疲れが取れにくい体になってしまっているということも原因の一つなんです。そのような時 クエン酸はとても役立つ存在なんです。まず クエン酸が疲労回復に良い理由の一つは、乳酸を分解する力があるということ。乳酸は、運動や重労働で疲れた時に、体内で溜まりやすく、筋肉の痛みや疲労感を引き起こす物質なんです。つまり、乳酸が溜まっていれば溜まっているほどに、疲労感が体に残った状態になってしまうわけです。クエン酸は、この乳酸をエネルギーに変えてくれるわけですから、その分疲れが早く取れるという ことなんですこれだけでも非常に素晴らしいことですよねさらにクエン酸は先ほど登場したクエン酸サイクルという名前の代謝プロセスをスをムーズにしてくれますこの回路は食べたものをエネルギーに変える働きをしているというのは先ほど説明した通りなんですが他にも 体に必要のないものを外に出したりする大切な役割もしていますクエン酸がこのサイクルを促進することで余分な脂肪や体の中の不要な老廃物もしっかりと排出されるんです このようにクエン酸は疲労回復に加えて体の中をきれいに保つ役割も果たしてくれています。疲れにくい体を手に入れたいのであればクエン酸が含まれた食品をバクバクと食べてクエン酸サイクルをぶん回していきましょう。 それでは次、四つ目にご紹介したい。医者や製薬会社が廃業する、ヤバすぎるクエン酸の健康効果は、ズバリ、万病のもとである、高血糖を改善してくれるという効果になります。さて、年齢とともに、多くの人が気になってくるのが血糖値ですよね。血糖値が高くなると、直接的に、 糖尿病を引き起こしてしまうだけでなく体内で糖化という現象が起こって老化がどんどん進んでいってしまうということがすでに明らかになっているんです実際皆さんの周りでも糖質たっぷりの食べ物が大好きな人は 老けて見えるのではないでしょうかこのように誰にとっても嫌な高血糖なんですがその改善にとってもクエン酸はとても頼りになる成分なんですまずクエン酸が血糖値の上昇を抑える力があるのは炭水化物の吸収をゆっくりにしてくれるからです 例えば食後にお菓子を食べると急激に血糖値がガーンと上がりますよね。ですがクエン酸が体内にあるとその上昇が穏やかになるんです。よくレモン水を食前に飲むと血糖値の上昇をコントロールできるなんていう話がありますがそれはレモンに含まれているクエン酸の効果によるものなんです。さらにクエン酸はインスリンの働きを助けます。 インスリンは血糖値をコントロールする大切なホルモンです。インスリンが血糖値を下げる働きをしてくれているから、私たちが贅沢なものを食べても血糖値が基準値範囲内にしっかり収まっているというわけなんです。クエンさんが このインスリンの分泌を促すことで血糖値が急に高くなるのを防ぐ効果があります。つまりクエン酸は血糖値の急激な変動を和らげて体に優しい環境を作ってくれるということなんです。このようにして糖尿病や糖化などのリスクを下げてくれているんです。血糖値のコントロールは誰にとっても健康維持の大きなポイントであります。しかし、 甘いものや炭水化物たっぷりのものがどうしてもやめられないという方も多くいらっしゃることでしょうそのような方はクエン酸をはじめとした血糖値をコントロールできるような食品をうまく取り入れることで高血糖になるのを防いでいきましょう ただ、あくまでクエン酸も含め、血糖値がコントロールできる食品というのは、補助的に使うべきであります。できる限り、糖質の摂取量を控える、甘いものを食べないようにするというのは、ぜひとも意識していただきたい基本であります。それでは次、5つ目にご紹介したい、医者や製薬会社が廃業する、ヤバすぎるクエン酸の健康効果はズバリ。 シミやシワを取り除き、肌をピチピチに若々しくしてくれるという効果であります。さて、年を取れば、体の細胞が古くなる速度が速くなります。このような時、特に注意したいのが、活性酸素という物質になります。これは、 体の中で生成されるもので多すぎると細胞を傷つけ老化や病気の原因になります。いわゆる酸化と呼ばれる現象になります。ここで登場するのがクエン酸の抗酸化作用です。特にクエン酸をビタミン C と一緒に摂るとこの活性酸素をめちゃくちゃ強力に除去してくれるということが分かっています。その結果細胞が傷つくのを防いで老化を遅らせるだけでなく 免疫力を高め、病気に対する抵抗力も高まると言われているんです。このクエン酸とビタミン C を同時に取った時の強力な抗酸化作用は、全身の全細胞を若々しく元気にしてくれます。そして、細胞が元気でいると、それが顔にも現れてきます。肌が綺麗になったり、シワが目立たなくなることも期待できます。クエン酸が若返りに効くというお話を どこかで聞いたことある方もいらっしゃると思います。確かに、クエン酸単体でも若返り効果があるんですが、ビタミン C と一緒に取れば、さらに強力に若返り効果を発揮してくれるんです。つまり、クエン酸の摂取、ビタミン C の摂取は、美容にも直結しているというわけなんです。さあ、それではここで皆さんに質問です。このクエン酸と、 ビタミン c のの摂取を同時ににこなすすために最も効率の良い食品とは何ででしょうかそうかそレモンですよね。レモンにはめちゃくちゃたっぷりのクエン酸とめちゃくちゃたっぷりのビタミン C が含まれておりますからこの二つを同時に取ることによってみるみるお肌が若々しく美しくなっていくということなんです。このチャンネルでは以前レモン水について特集させていただいたこともありますがレモン水のような 形ででもいいすすしレモンににかかじりりつくお魚にかけるなななどど使用方法がありますぜひいろんな方法をうまく取り入れながらこのクエン酸とビタミン C の美容健康効果を手に入れていただきたいと思いますさてということでこれまで紹介してきたようにクエン酸には本当に素晴らしい数々の健康上美容上のメリットがあるわけなんですがここで冒頭の話に戻りましょうクエン酸には 天然のクエン酸と人工的なクエン酸の2種類があるというお話でしたそして主に人工的なクエン酸というのは添加物として使われていてこれに危険があるんじゃないのかというお話でしたまずこちらの結論を先に申し上げておけば人工的なクエン酸であっても天然のクエン酸とほぼ変わらず危険性はありません というのも実は人工的なクエン酸がどのように作られているのかといえば最初にご紹介したようにカビに糖質を与えるという製法によって作られているからでありますこのように自然な方法で作られているクエン酸は天然のクエン酸とは変わらないものとして扱うことができますそしてそういったクエン酸が添加物として使われておりますから人体にとってそのクエン酸自体は安全だというわけですただ当然 添加物として使われている以上クエン酸を大量に摂取してしまうという問題も生じてきますもちろん大量に摂取すれば害が及んでしまいますまず クエン酸を大量に摂ると胃腸障害や下痢吐き気などを引き起こす可能性がありますつまりお腹が痛くなったり吐き気や下痢になる可能性があるということ特に年齢を重ねると胃や腸がデリケートになる場合がありますので過度な摂取は避けたいものです次にクエン酸は酸性度が高いために歯にダメージを与える可能性があります酸性度の高いクエン酸が直接歯に触れると歯が弱くな なってしままう可能性がありますこれは酸色症と呼ばれる現象で見た目が悪くなるだけでなく痛みや感度が高くなることもありますクエン酸を長期間取り続けることによって歯が弱ってしまうとおいしい食事も楽しめなくなってしまうかもしれません。 また、クエン酸と重曹を一緒に飲むと、胃酸が減ってしまうこともあります。これが原因で、胃もたれや消化不良を引き起こす可能性もあります。このように、クエン酸の大量摂取には、様々なデメリットがあります。これは、天然のクエン酸であっても、人工のクエン酸であっても同じことです。クエン酸の1日の摂取量は、だいたい 2g から 5g 程度が良いとされています。さらに、クエン酸を取った後は、 すぐに歯を磨かずに、まずは水で口をすすぐことがおすすめになります。これは先ほど解説した三色症を防ぐためであります。 基本的には普段普通に生活している分でクエン酸を取りすぎるようなことはありませんがクエン酸が含まれている酸っぱいお菓子をたくさん食べたりすると過剰になってしまうことがあるのでぜひ注意していただけたらと思います食べ過ぎには気をつけながらクエン酸を適量摂取してクエン酸の健康効果をしっかりとゲットしていただきたいと思いますそれではこの辺で一元の内容をまとめておきましょう一元まとめ ポイント1、クエン酸を摂取することで、クエン酸サイクルという体内の代謝サイクルが回り、代謝が爆上げ、痩せやすい体になるだけでなく、老廃物や毒素の排出もスムーズになり、健康で若々しくなることができる。ポイント2、 クエン酸は、キレートを形成することで、ミネラルの吸収効率を高めてくれる。現代の日本人は、ミネラルが不足しているとよく言われているので、クエン酸をうまく使い、ミネラルを体に取り込んでいこう。 ポイント3クエン酸とビタミン C を同時に摂取することによって最強の美肌効果を得ることができるシミやシワがなくなり肌がピチピチに若返るという嬉しい効果が盛りだくさんなのでぜひクエン酸とビタミン C の両方が入ったレモンを毎日食べるようにしたいそれでは次2言で 最終兵器、痩せて若返りたいなら、食前に黙ってあれを飲みまくれというお話をしていきたいと思います。さて、二限では、最強の若返り効果、ダイエット効果が期待できる飲み物をご紹介していきたいと思います。早速ですが、結論を先に申し上げておきましょう。食前に私たちが飲むべき、最強の若返り飲料、最強のダイエット飲料は、ズバリ、レモン水であります。 というのも一元で解説したようにレモン水にはビタミン C とクエン酸の両方が含まれているため最強の美肌効果を得ることができてみるみるうちに若返ることができるからですさらにクエン酸が含まれているということはクエン酸サイクルが回るということですからその分だけ代謝が上がったり毒素排出が促進されたりと体にとって嬉しい効果がたくさんあるんです 特に代謝爆上げ効果というのは、ダイエットにおいてはめちゃくちゃ重要な働きをしてくれていて、食べたもの、 栄養素がしっかりとエネルギーに変換されていくため脂肪がつきにくい体になるんですただこのあたりについては1限でクエン酸の健康効果として詳しく解説させていただいたので2限ではさらに嬉しいレモン水の健康効果について徹底解説させていただきたいと思いますなかなかレモンを毎日食べましょうと言われても難しいかもしれませんが食前にレモン水を飲むのを習慣化しましょうということであれば続けられる人は はとても多いと思うのでぜひここでレモン水がもたらす脅威のメリットについて知っていただきたいと思いますそれでは早速紹介していきましょう まず一つ目に紹介したい。レモン水を飲むことで得られる驚異の健康効果。それは、満腹中枢をガンガン刺激し、食事量がみるみる減少するということなんです。さて、まずは、肝心要のレモン水がもたらすダイエット効果から解説していきます。最初にご紹介したように、レモン水にはとても素晴らしい物質、クエン酸が豊富に含まれていて、クエン酸サイクルがガンガン回ることによって、代謝を爆上げしやすい 体を作るるという効果があるんですそしてそれに加えてレモン水には満腹中枢をガンガン刺激し食事量を減らしてくれるという効果もあるんですですから食前にレモン水を飲むと脳の満腹中枢が活性化し食欲がなくなりますこれはレモンに含まれる香り成分リモネンや酸味が私たちの交感神経を刺激するからであります交感神経が活発になると空腹を感じさせるホルモン グレリンが減り、逆に満腹を感じさせるホルモン、レプチンが増えるんです。まあ単純に言ってしまえば、レモン水には食欲を減らす効果があるということ。しかし、ここで一つだけ注意点があります。それは、満腹を感じる満腹中枢は反応が遅いということです。だから、 ゆっくり食事をするよりも食前にレモン水を飲むことで満腹感がちょうど良いタイミングで訪れるというわけなんです食事の最中にレモン水を一緒に飲むことでも確かに満腹中枢を刺激し食事量を減らしてくれる効果はあるんですが時間差があるため その効果を最大限に高めたいのであれば、食前に飲むのがベストであるというわけなんです。このように、レモン水にはダイエット効果もあります。食前にちょっと一杯飲むだけで食事量が減ることが期待できます。さらに、レモン水に含まれているクエン酸は、胃酸を出しやすくして食事の消化を手助けしてくれるという効果もあります。さらに、クエン酸は、消化管収縮に 良い影響を与えるということも2021年の研究で指摘されております。だから食前にクエン酸が含まれるレモン水を飲んであげることで胃の働きをサポートすることができるんです。 つまり食欲を抑えてダイエットに効果的なだけでなく消化も良くなるので健康にも良い影響がたくさんあるんです特に60歳以上の方には食事の量や消化に気をつける年代ですからぜひ食前にレモン水を一杯飲む習慣を始めてみてほしいと思いますそれでは次二つ目にご紹介したいレモン水を飲むことで得られる驚異の健康効果は奇跡のホルモン アリポネクチンが分泌、みるみる若返り、みるみる痩せるという効果になります。ささて皆さんは アディポネクチンというホルモンの名前を聞いたことがあるでしょうか実はこのアディポネクチンというのは奇跡のホルモンとも呼ばれるくらい凄まじい健康効果を持っていて今大注目のホルモンなんですがレモン果汁に含まれる特別な成分がこのアディポネクチンというホルモンを活発にするということがわかっていますこのアディポネクチンは俗に痩せホルモンとも呼ばれています アディポネクチンが活発になると体内で脂肪が燃焼しやすくなるんです実際に運動しているのと同じような効果がレモン水を飲みアディポネクチンが活性化するだけで手に入るということがわかっているんです他にもアディポネクチンはめちゃくちゃ素晴らしい健康効果を私たちに次々にもたらしますまず最初にアディポネクチンは糖尿病やメタボリックシンドロームの予防に効果がありますこれは血糖値を安定 安定させるる働きがあるからです血糖値が安定すれば糖尿病のリスクが減少するのは当然のことですがさらに体内で糖化という老化現象が起きるのを防いでくれる働きもあってその結果老化を予防することもできるんですまた高い血糖値は心臓病や脳卒中を引き起こす可能性がありますからそういった大きな疾患を予防するという意味でも 血糖値を安定させる働きは極めて重要です。さらにアディポネクチンはインスリンの働きをサポートしてくれます。インスリンは血糖値を下げるホルモンですから、この働きも相まって。 より血糖値が安定し低いい状態に保たれるというわけです次に、アディポネクチンは、動脈硬化や高血圧の予防にも役立つとされています。動脈硬化は、血管が硬くなってしまう症状で、これが原因で、心臓に負担がかかることが多いんです。アディポネクチンは 血管を修復したり拡張したりする作用があってそれによって血流がスムーズになり心臓にかかる負担が減少するわけなんです動脈硬化は一般に血管の老化と言われていて血管が硬くなり血流がスムーズにいかなくなると全身の細胞にしっかりと血液が届かなくなってしまいます血液には酸素や重要な栄養素が含まれているわけでそれが全身の細胞に行き届かなくなれば全身の細胞の 老化につながってしまうというわけなんですそういった血液の老化 血管の老化をを防ぐとといいいうう意味ででもアディポネクチンは非常に重要なな働きをしているというわけなんですねまたさらに、アディポネクチンは痩せホルモン以外にも長寿ホルモンとも呼ばれています。実際、100歳以上の女性の血中には一般的な20代の女性と比べてアディポネクチンが約2倍も多いということがわかっているんです。つまり、健康で長く生きている人を調べてみたところ、アディポネクチンを大量に持っていた たというわけなんです何歳になっても健康でいたいと誰もが思うことでしょう アディポネクチンのの値がが高いいいととその望みが叶いやすすくななるというわけなんですただし、このアディポネクチンは食品から直接取ることはできません。しかし、運動や食生活の改善でその量を増やすことが可能です。その中でも本日、特におすすめしたいのがレモン水の摂取なんです。レモン水は強力にこのアディポネクチンを活性化させたり、分泌量を増やすということがわかっていて、ぜひ皆さんにも、 毎日の食事前にレモン水を飲んでいただきたいと思いますまたもちろんその他にもアディボネクチンの分泌を促進させる食べ物はたくさん存在しています例えば大豆製品に含まれるタンパク質がこのホルモンの分泌を促進することが分かっています大豆製品はお豆腐や納豆など日本の食文化にも根付いている食品ですよね大豆製品を毎日食べているという方は多いのではないでしょうか こういった食品を積極的に食べれば自然とアディポネクチンの量も増える可能性があります。さらに運動することもアディポネクチンの分泌を促進してくれます。運動にはいろんな形がありますが、アディポネクチンの分泌において特に有効なのは有酸素運動であります。有酸素運動は老化防止作用が強いとよく言われていますが、アディポネクチンの分泌もその背景にあるのかもしれません。 結局、いくつになろうとも、健康とは自分自身の手で守るべきものなんです。 アディボネクチンというホルモンを理解し運動や食生活でその量を増やす努力をすることが長く健康な生活を送ることにつながるでしょうまずはその初めの一歩として最も簡単で手軽に取り入れることができるレモン水をぜひ毎日食前に飲むようにしてみてはいかがでしょうかそれでは次にご紹介したいレモン水を飲むことで得られる驚異の健康効果はリーキーガットを改善し腸をピッカピカに すするという効果になりますさて皆さんレモン水が腸活に良いという事実をご存知でしょうかご存知の方も多いと思いますが 腸活は腸を健康に保つ活動のことを指していて近年の医学界では腸の健康は全身の健康に直結していると考えられていますその中でも特に注目すべきはレモンがリーキーガットを改善する効果があるという研究結果でありますリーキーガットとは 腸に小さな穴が開いてしまい、毒素などが体内に入ってしまう状態を指します。これは非常に危険な状態で、免疫力の低下や炎症、 アレルギーの原因ともなり得ます近代的な食生活によって、このリーキーガットを発症してしまう人というのは、かなり増えていて、多くの人が気をつけなければいけない、重要な疾患の一つに名を連ねています。さらに年齢を重ねると、こうした腸のトラブルが起きやすくなるため、特に注意が必要であると思ってください。皆さんの中にも なんだか60歳を超えてから腸の調子が良くないとか全身がなんだかだるくなってきて疲れを感じやすくなってきたと思っている人いらっしゃると思いますそれらは確かに加齢による現象も一部あるかもしれませんが腸の調子が悪くなっているというのもその大きな原因なんですそれに対してレモン水がこのリーキーガットを改善する可能性があるわけですからもはや飲まない人がバカを見ると言ってもいいでしょう さあそれではなぜレモン水はこの腸に穴が開く病気リーキーガットを改善することができるのかそれはレモンに含まれるビタミン C や抗酸化物質が腸の壁を強化し穴が開くのを防いでくれる働きがあるからですまたそれだけでなくレモンには腸内環境を整える作用もあって善玉菌を増やして悪玉菌を減らす効果も期待できるんですつまりレモンというのは あらゆる面から腸を整えてくれる最強の腸活食材であるということができるんです。これだけ聞くと、じゃあ早速レモン水を飲んでみようと思うかもしれませんが、実際にはどうやって飲むのが最も効果的なのでしょうか一番簡単な方法は、レモンを半分に切って、その果汁を水に絞り込んでいただくことなんです。その水を 一日に一杯飲むだけで腸活に有用な成分が取れます。そしてこれを習慣化することで次第に腸の健康が改善されていくというわけなんです。超簡単ですよね。もちろん、レモン水だけで全ての健康問題が解決するわけではありません。バランスの良い食事や適度の運動も当然必要になるでしょう。しかし、毎日続けることができる簡単な習慣として、レモン水は非常に手軽かつ強力。 効果的であります特に レモン水一杯から始められる腸活はその簡単な第一歩と言えるでしょう。手軽に始められるレモン水ですが、その効果は大きい。是非ともこの習慣を取り入れ、健康で楽しい日々を送ってください。それが長生きをするため、そしてより良い老後を迎えるための一つの方法です。 方ですぜひこの動画を見終えたらすぐにレモン水を作って試してみていただきたいと思いますそれでは2元の内容をしっかりとまとめておきましょう2元まとめポイント1レモン水には満腹中枢を刺激し食欲を減退させる効果があり食前に飲むことで食事量を減らすことができるさらに代謝を促進し摂取した栄養素を効率よくエネルギーに変える体を作ってくれるため最強 のダイイエットト飲料であるると言えるポイント2レモン水にはアディポネクチンの分泌を促進する効果があるアディポネクチンは痩せホルモンや長寿ホルモンと呼ばれていてさまざまな病気を予防してくれたり若々しさを保つ働きがある。ポイント3 レモン水にはリーキーガットを治し、腸を整える最強の成長作用がある。リーキーガットを改善することができる食品はそれほど多くないため、積極的にレモン水を活用し、この長い人生を若々しく元気に乗り切ろう。 本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました